ある日、公明党の山口代表が記者会見で、処理水放出の開始は海水浴シーズンを避けるべきだと発表した。これに対して国民からは様々な反応があった。しかし、中でもひときわ目立っていたのが、ある小さな町の反応だった。この町の住民たちは皆、ビーチをこよなく愛していた。夏になれば、海水浴で賑わい、冬でも海辺でバーベキューを楽しむ。海がなければ考えられない、そんな町だった。この町の町長、海野さんは、山口代表の言葉を聞き、一計を案じた。それは、海水浴シーズンを避けるという山口代表の発言を逆手に取り、町の海水浴シーズンを年間通じて開催するというものだった。町長は、そうすれば処理水の放出は避けられるだろうと考えた。早速町長は町民にアナウンスし、住民たちは海水浴シーズンが年間にわたり開催されることを歓迎した。年がら年中、水着姿の住民が海辺に集まる風景が広がった。寒さにも負けず、風邪をひかず、町民は全力で海水浴を楽しんだ。このニュースが全国に広まり、町の名前は一躍有名になった。テレビや新聞の取材が殺到し、海野町長はインタビューで笑顔を見せ、町民一同は今まで以上に海を楽しんだ。しかし、その頃、東京のあるビルの一室では、山口代表が深くため息をついていた。ことの発展を見て、彼は困惑した顔をしていた。彼の言葉が、ここまで大きな波紋を呼ぶとは思ってもみなかった。そして、冬が来て、街は一層賑わいを見せた。寒空の下、水着姿の町民たちは海を楽しみ、テレビカメラはその様子を全国に放送した。それを見ていた山口代表はついに、決意した。その翌日、山口代表は記者会見で一言、海水浴シーズンを避けるべきだと言ったのは、冗談だったと語った。全国のテレビや新聞が、この発言を報道し、全国民が驚いた。一方、海野町長のもとにもこのニュースが届いた。冗談だったという発言に、町長は大笑い。だったら最初からそう言えばよかったのに。と言いながら、彼はさらに大声で笑った。そして、その夜、町民全員で大きなバーベキューパーティーを開いた。もちろん、そのまま水着で。そして、全国のニュースでは、山口代表の冗談だったという発言と、水着姿でバーベキューパーティーを楽しむ町民の映像が交互に放送された。全国民は、その映像を見て、大笑いした。それからというもの、町の海水浴シーズンは、年間通じて開催されることになった。そして、山口代表の発言が元で、この小さな町は全国的な観光地となり、その名は全国に轟いた。それにしても、山口代表が冗談だったと言ったのは、本当に冗談だったのだろうか？それとも、水着姿の町民の頑張りに心を打たれ、彼なりの配慮だったのだろうか？それは、誰にもわからない。しかし、一つだけ確かなことは、山口代表の海水浴シーズンを避けるべきだという一言が、この小さな町を大いに盛り上げ、全国民を笑わせたということだ。